ミエロペルオキシダーゼはペルオキシダーゼに分類される酵素であり、人では、んぽ遺伝子に行動されている。この酵素は、高中級に多く存在する。リソソームタンパクの一種であり、高中級では、アズールカリュに蓄えられる。んぽアエム色素を持ち、大量に分泌されると、脳や粘液を緑に染めることがある。んぽタンパクはおよそ150ケイダで、15ケイダの計算2本と、 グリコシル化され、補欠分子ヘムが結合した、重さ2本からなるに両体である。重さの大きさのみが異なる3つのアイソフォームが存在する。7ハイイ、5型、両水型を取るカルシウム結合部位を持つが、このカルシウムは酵素活性に重要である。ハイイシのうち1つが、アスク96のカルボキシル元であり、活性中心のヒズ95に隣接しているためである。 一方は、高中級の呼吸バー,アースト中に、過酸化水素と塩化物4から、ジア塩素酸を生産する。この時補い因子として、ヘムが必要である。また、過酸化水素を用いて、チロシンを、チロシルラジカルに酸化することもできる。ジア塩素酸や、チロシルラジカルには、細胞毒性があり、細菌などの病原体を殺菌する。 味は獣は長い間歩ぽ阻害剤として使われて、きたが4網の暗測抗酸ヒドラジドはさらに特異性の高い阻害剤であることが分かった。人では17番染色体に載っている。ミエロペロキシダーゼ欠損症はこの酵素の遺伝的欠損であり、免疫不全の症状を予定する。高温と抗体は様々な血管炎、特に急速進行性子宮体腎炎と、 高酸球性多発血管炎性肉が首相に関与している。これは各周辺型高校中級細胞質抗体として検出され、多発血管炎性肉が首相に関連し、細胞質型アンカとして検出されるプロテーナーゼ酸、抗体と対照的である。最近の研究により、ウンポレベルと冠動脈疾患の重症度が相関することが分かった。これは、 ミエロペルオキシダーゼが動脈硬化の病変と上手の不安定性に重要な役割を持つことを示唆する。2003年の研究で共通のある患者に対する鋭敏な心筋梗塞の予測因子として、んポを用いるという可能性が示唆された。それ以来、んポテストの実用化に向けて100以上の論文が発表されている。ヘスロップ等による 最近の研究によると、ンポレベルの上昇は、その後13年間での心疾患による死亡リスクを2倍にする。また、ンポと CRP を同時に評価することで、CRP 単体よりも正確なリスクの予測が可能だった。ンポによる免疫染色は、急性骨髄性白血病の診断において、細胞が骨髄由来であることを示すのに用いられる。だが、 最近はより簡便な方法としてフローサイトメトリーがある。また骨髄性肉種はんぽ染色陽性だがリンパ種は陰性である。この二つの疾患は見かけ上類似しているためこの間別にんぽ染色は重要である。ミエロペルオキシダーゼは基地の人の酵素で唯一カーボンナノチューブを分解できる。このことは ドラッグデリバリーシステムに用いるナノチューブが組織に蓄積するという懸念を和らげるものである。ありがとうございます。